また自ら比較してその差に気づいて絶望して号泣してるんか。すまない。またなんだ。今回は未だに続く醜い韓国の内紛と日韓比較から勝手に絶望してる件についてやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。アジア最終予選単体で見ても長いけどさ、この内紛ってのは元をたどろうとすると相当長い期間ある問題よね。もうずっと大騒ぎしてる印象だよな。なんとも韓国らしい。ではまずこれから。韓国サッカー界内紛 KFA 労働組合がチョンモンズ会長を痛烈批判、次期会長選出場は辞退しろ。韓国サッカー界に内紛が起きた。韓国サッカー協会 KFA 労働組合運営委員会は12日に声明文を出し、同協会の J 夢系チョンモンズ会長62の会長選辞退を促した。こいつらいつも辞任とか辞退とかそういうのばかり要求してんな。本当にな。それに内紛が起きたというかずっと起きてる印象だが、来年1月に任期が終わる同会長は、今年12月に行われる次期会長選への出馬意欲を見せているが、同委員会は出馬は辞退すべき。早急に不出馬を宣言し、残りの任期は、危機の韓国サッカー界のために努めるだけに留めるように、と発表した。韓国代表は、ワールドカップ、ダブル杯、北中米大会アジア最終予選の初戦5日、でパレスチナに0-0で引き分けるなど、低迷中だ。同代表監督としてコウ・アキラホ、ホン・ミョンボ、塩翔平、翔平、した際の過程も不透明で、多くの技術委員が辞退するなど、監督選任の明確な基準を示せなかった。あんな騒動があってのクリンスマン解任だったし、違約金まで払って金銭的余裕はないし、あんなの見たら誰も監督なんて引き受けてくれないでしょうからね。K リーグ監督は代表監督就任要請をよほどの理由がない限り断れないみたいな規定があるそうだし、それを行使したと見るのが妥当だろうな。だがまさかそんなこと言えるはずもなく、本監督だって代表監督就任しないと言ってたのに突然だったからね。不自然すぎるし、それが理由で叩かれてる。その状況でまさかその謎規定を使ったとは言えない。まあ実際はどうかわからんがな。ホームで行われたパレスチナ戦では試合前から、観客席のファンは、チョン・モンズ出ていけ、コールを続け、横断幕もかけられていた。KFA 内部だけではなく、ファンも不信感を募らせている状況だ。同委員会は我々の立場もファンと同じで、これ以上我慢はできない。数々の失敗にも、実際に重要なことを決めた会長と執行部は隠れて、罪のない若い幹部と職員らを矢面に立たせた、と怒りを爆発させた。これ本当に毎回見る光景よね。韓国っていつもこんなことばっかりやってる印象。しかもサッカー協会だけの話じゃないしな。いろんなとこで同じような光景が繰り広げられる。本監督と同席したキム・ミンジェは、5日にソウルダブルハイ競技場で行われたパレスチナとの第一戦の直後、観客席のファンと対立する場面があった。キム・ミンジェは硬い表情で両手を挙げながらファンに自制してほしいというジェスチャーを見せた。試合前から本監督が電光掲示板に映るたびにブーイングをしたファンに抗議したのだ。するとキム・ミンジェに非難の世論が向かった。当時の状況についてキム・ミンジェは観客席の方に行ってお願いしたが、そのように言ったことは間違っていると思っていない。その後にした行動については誤りだと考えている、と話した。ファンに自制してほしいと要請をしたことには問題がなく、首を横に振り、ファンに挨拶もせず責めるようなジェスチャーをした点については誤りを認めて謝罪するということだ。キム・ミンジェは、その件以降の、自分のメンタルに問題はない。ただ、今後ファンとどのように関係を持っていくべきかを考えるきっかけになったようだ。サポーターの方々が今後ブーイングをしないという記事を見た。ありがたく思う、とし、私の行動については誤りだと考えて反省している、と述べた。これさ、逆じゃない？サポーター側が謝ることでキム・ミンジェの主張はその通りだと思うわ。アジア最終予選で勝たなければならない状況でやることじゃない。冷静に見るとそうなんだけど、日本にもこういう感じの連中は一定数いるし、韓国となるとその割合がさらに。論理よりも感情任せなサポーターが多い。批判ってさ、良くなってほしいからするものよね。これだとただチームの足を引っ張るだけで何の改善にも繋がらないと思うんだけど、至るところでこんなことやってるからこの悲惨な状況が生まれてるんだよ。そして韓国サッカー協会は違約金で相当金がないのか、こんな唖然とするような報道も。サッカー韓国代表のチャーター機利用をめぐって騒動が起きている。韓国は5日のパレスチナ戦で、ホームで隠したお相手にまさかの0-0に終わった。10日のオマーン戦はアウェイで、選手団は7日にカタール、ドーハ経由で現地入り。この際は定期便を利用して、移動に多くの時間を要したことから現地で批判が高まっていた。そこで韓国サッカー協会は、10月のアウェイ、ヨルダン戦10日、はチャーター機の利用を決定。しかし、その費用を捻出するために一般のファンやサポーターへ向けてチケットを販売することを発表し、これが騒動となっている。チャーター機の費用捻出のためにチケット販売。よっぽど金がないんだなと思うと同時に問題はその内容なんだよな。韓国メディア MHN スポーツは、ヨルダン遠征ではチャーター機を飛ばすがファンの反応は良くない。該当チャーターの機種は A380 でファーストクラス12席、ビジネスクラス66席、エコノミークラス417席など計495人を乗せることができる。
そこでサッカー協会は公式 SNS を通じて、ヨルダンへの遠征試合を共にする遠征隊を先着100人限定で募集する広告を出した。価格は1人100万ウォン、約10万円、一般席航空料、滞在費、旅行者保険及びビザを含む、で、宿泊は2人で1室を使用することになる、と協会が発表したチャーター機のファン同乗プランを詳しく伝えた。しかし、選手とファンが同乗することに批判が殺到。同メディアは SNS 上に寄せられているファンやサポーターからの声を紹介した。本当に金だけで見ているようだ。ファンもこういうのは好きではない。選手たちのプライベートと休む時間を100万ウォンで売りさばいた、などの意見が出ており、激しい反発意見が吹き出して起こっている、と伝えた。こんなことしなきゃならないほど資金難なのか。というか選手のこと何も考えてないわね。そりゃあ批判されるわ。せっかくチャーター機で負担を軽減しようとしてるのに、こんなことして選手の負担を増やすとか意味不明すぎるよな。この人たちマジで何がしたいんだ。そして次は日本との比較だ。まずはチャーター機つながりでこれから。韓国メディア、チョングエイは、代表チームへの惜しみないサポートに注目。初戦で格下パレスチナとまさかのスコアレスドローに終わった韓国は、アウェイで行われる次戦オマーン戦に向け、カタールのドーハ経由による長距離フライトで現地に入った。ソン、フンミン、トッテナム、キム、ミンジェ、バイエルン、ミュンヘン、ラ欧州組を揃える点で日本と同じだが、協会のサポート体制には差が見て取れる。記事では、ライバルの日本は韓国とは違う、と、日本のチャーター機移動に着工。ロシア、カタール両ダブル杯の最終予選初戦でつまずいたことを教訓にした事実に触れ、コンディション不良で敗れた記憶を思い起こし、ベストコンディションで実戦に臨めるよう、日本代表のためにチャーター便を手配した。驚いたことに中国戦からそうだった、と目を光らせた。JFA の財政事情は決して潤沢ではない。自社ビルを売却したのはその象徴と言えるだろう。それでも3月に就任した宮本恒康会長の A 代表が勝ってこそ、日本サッカーが盛り上がる、という信念のもと、最大級のサポート体制を敷いた。チャーター機移動はまさにその一つで、財政的に苦しいが、代表チームへの支援は惜しまない。数々の行政の混乱で世論の批判を浴びてきた KFA とは全く違う姿、と熱視線を注いでいた。ライバルじゃねえと恒例のツッコミを入れつつ、何でもかんでも比較対象にするのはさすがね。日本のサポート体制は過去の反省から来るもので素晴らしいと思うが、本当に韓国は何でもかんでも比較してきてだな。パレスチナ戦で問題となったのが、ソウル、ワールドカップ競技場の芝だ。韓国メディア、スポーツ朝鮮によれば、首相のソン・フンミンは、こう苦言を呈している。技術の高い選手がたくさんいる。ボールコントロールやドリブルに難があった。速いペースの試合ができなかったことで、ファンはがっかりしたと思う。ホームでプレイするときに改善できればと思う。一方で、アウェイの試合の方がグラウンドコンディションが良いのは残念だ。これ言い訳にも聞こえるけど実際どうなの？ホームで芝のせいにするような韓国メディアはあれだが、実際に状態は悪かった。一部切り取られてハゲてる部分もあったしな。なるほど。こういうのって日本でもあるもんね。国立とか毎回言われてる気がするし。そうなんだけど、韓国メディアは都合のいい部分だけ切り取る天才なんだ。続き。このコメントを受けて、朝鮮日報は9月13日、ソン・フンミンも指摘した田んぼのピッチ。なぜこんなに荒れているのか、と題した記事を掲載。次のように伝えた。スタジアムの運営主体であるソウル施設公団が、2021年20億ウォンをかけて天然芝 95% と人工芝 5% を混ぜたハイブリッド芝を新たに敷いたが、状況は大きく変わらなかった。同メディアは根本的な原因は、冬は非常に寒く、夏は高温多湿な韓国の気候にある、としながらも、日本のピッチを引き合いに出して、こう見解を示している。マジで何でもかんでも比較対象が日本なのね。好きあらば日本なんだよな。しかし、韓国と気候が似ている日本のサッカー場の芝生はヨーロッパの先進国水準と大きく変わらない。夏と冬の両方に耐えられる芝の品種を絶えず開発し、熟練した芝管理専門の人材を体系的に養成するなど多くの投資がなされているためだ。もう一つの理由はコンサートだ。日本には東京ドームや京セラドーム大阪など大都市ごとに大型公演を開くことができるドーム球場があり、観客がサッカー場の芝生を踏んでコンサートを見なくても良い。同メディアは、韓国サッカー協会は AFC、アジアサッカー連盟、にイラク戦のスタジアムの変更する可能性を通知した。しかし AFC の規定上、国際空港から移動距離2時間以内、150キロ以内、のスタジアムで競技をしなければならないため、代わりの競技場を探すのは容易ではない、と続けた。日本もひどいとこはひどいけどね。いつも比較しては韓国だけ。で被害者になりたいんでしょうけど、日本を巻き込まないでほしい。まだまだ比較が止まらない。次はこれだ。韓国メディア、スポーツ朝鮮は現地時間12日に、最終予選の出だしを連勝で終えることができた日本代表に対して、パフォーマンスが上がりきらない韓国代表を史上勝ちという面から比較していた。対照的なスタートを切った両代表チームについて同メディアは、アジア史上勝ちで2位。
1位の日本とますます広がる格差、と題して、移籍情報専門サイトトランスファーマルクトによると韓国代表の総市場価値は約1億6800万ユーロ、約268億円を記録して、約2億7600万ユーロ、約441億円を記録した日本に次いで2位だった、と、今回の代表チームのメンバーを比較すると、市場価値でも日本代表に劣っていたことを強調している。今回は伊藤と富安いないからね。そうなると本当に2倍くらいの差があるのか。これは自尊心崩壊やな。それと深刻なのは日本の選手ってまだまだ市場価値上がりそうだけど、一方の韓国はどうだろうか。ソン・フンミンも年齢的にきついし、S 級スター、のキム・ミンジェ、一般院って今がむしろ市場価値としてはピークな感じがあるし、準 S 級スター、のファン・ヒチャンも最近怪しい。下がる要素しかないように思う。まずキム・ミンジェは現状だと間違いなく市場価値は落ちていくでしょうし、一般院もパリ・サンジェルマンだからこその市場価値な感じがある。放出されたら落ちそうよね。ファン・ヒチャンも。確かに伸びる要素が一つもない。市場価値はあくまでも市場価値なんだけど、それとは関係なく韓国の将来がヤバそうなのがわかるよな。現状はマシかもね。数年後には日韓でもっと差がついてそう。そんな状況で韓国さん、見下しは忘れませんでした。海外サイト、ウィーグローバルフットボール、がアジア最終予選における各国の突破の可能性を発表。日本は突破の可能性が 99.4%、1位通過は 94.7%、3位以下で次ラウンドに回る、が 0.6%、予選敗退はなんと 0% だった。C 組各国の予選突破の可能性は、オーストラリアが 47.6%、サウジアラビアが 42.9%、バーレーンが 8.9%、インドネシアが 0.9%、そして中国が 0.3% となっている。韓国メディア、スポーツ競合は、この結果を受け、韓国は 92.8%、日本は 99.4%、中国は屈辱の 0.3%、と伝えている。よくパレスチナ戦引き分けてオマーン戦も終盤まで同点だったのに中国を見下す余裕あるわね。わかってはいたけどこの一喜一憂。韓国はやっぱり韓国だったな。でもさ、この数字は正直、疑問あるわ。日本も確かにスタートは最高だったけど、これからサウジアラビアとオーストラリアとやる。そこの結果次第で大きく変わるだろうし、韓国なんか異様に高くない？これからアウェイ中東地獄が待ってる中でホームのパレスチナ戦を引き分けたのに、まああくまでも2試合終えた時点での確率だから、ぶっちゃけあまり参考にならない数字ではある。2試合終えて突破確率 99.4% なんて喜ぶの韓国くらいでしょ。何の参考にもならんわ。まあそうだな。この数字見てはしゃぐ日本人はいないが、韓国だけは違うからな。最近いいこと一つもないし、生温かい目で見守ってやろうぜ。これでも勝ってほど冷たい目線浴びせてやるわ。さてみんなは今回の件どう思っただろうか。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてくれ。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。